ございます。今 UAE のアブダビという首都にねいるんですけど、今日はこれからドバイの方に移動していきます。結局アブダビはあんまり観光せずというか、あんまり時間がなくて、一応乗り換えでここ UAE に来てるんですけれども、アブダビもさ、どこか行けたらいいなとか思っていろいろ調べてはいたんですが、一個一個がねちょっと離れてたりとか、移動も Uber とかタクシーで安くはないんですよ。なのでちょっとそれ考えるとどうしようと思って、バタバタね観光するのもあれかなと思って、アブダビの観光はまた将来的にね乗り換えとかで来る可能性もあるので、そこに取っておきます。というわけで今日はバスですね。バスでね 2,3 時間ぐらいでアブダビからドバイに行けるみたいなので、これからバスターミナルの方に移動して、ちょっとバスの手配もろもろして移動していきます。ステファニーサンダル壊れる、大変かわいそうに。いらっしゃい。すいません。あと何日かな、ね、あと何日かもつぐらい。いや無理だな、きついな。ここがバスターミナルみたいですね。ちょっとチケットとか確認してきます。こういう細かいところは日本の方がやっぱすごいなって思う。まあ、とりあえず ATM で使えないので、キャッシュが必要なので、あの ATM また別のところをね探していきたいと思います。こういう時はステファニーとね一緒に動くと、まあ、2人とも疲れちゃうので、ステファニーは待機で一旦ね僕が行ってきます。キャッシングで現金手に入れたので、もう一回バスターミナル戻ります。いやー、ドバイ到着しました。これから今度はねメトロに乗ります。ここドバイはメトロも走っていて、でちょっとまたそこの乗り方とかね確認しつつ乗っていきたいと思います。あれが駅っぽい。あそこから入れそう。宿の最寄り駅も来ました。この辺らしいんだけど、ちょっと分かりづらいんだよな、住所が。探してみます。本日のお宿を紹介します。ご覧ください。2段ベッド1つとちっちゃめのクローゼットが1つ以上です。本当2畳3畳ぐらいのお部屋なんですけど、シャワーとトイレは共用であって、これで2人で2泊で3300円ぐらいでした。ドバイにしたらめっちゃくちゃ安いと思うんですけど、旅のほぼ終盤ですけど、最後の最後までこういう宿で過ごします。今夜の7時半頃になったんですが、今日はねドバイに住んでる友達がいまして、一緒に夜ご飯を食べに行きます。今しかもね車を持っているみたいで迎えに来てくれました。ちょっと探します。うわー、久々。はじめまして。いやー、もうすぐ3年ぐらい。そうよね。いや、ありがとう、車まで。ありがとう。急に来たね。すごいね。サラダ欲しい。トマトとか丸ごとやけど。きゅうりも1個ポンみたいな。パンをつけて。いただきます。美味しい。中はお肉なんだ。チキンだね。チキンか。なんか生地で包んであるみたいな。今ね、ガーリックソース頼んだから。最高やん。それにつけて。移していい？もちろん。フリー素材なんで。フリー素材。いただきます。ガーリックソースをつけて、ちょっとピクルスを乗せて。食べ方も綺麗ですね。さすが先生。めっちゃ美味しい。これハンバーグだ。ハンバーグなんだ。これにごまのソースがのってる。アンベリーソースと一緒に。おお。いや、なんかその綺麗ドバイフレーム。すごいな。ああ、合ってない。合ってないんだよね。誰も合ってないです。車のナンバーは短いほどより高価な車。すごっ。めっちゃ怖い。みんなお金持ってるからいい車を買えるんだって。どこで差別化するかっていうと、車のナンバープレートを短くするんだって。する方がよりこうそのお金持ってることを示すと。そこで世界一でかいモール、ドバイモールが。ここにあります。噴水がね、すごい。早速ちょうど大スタイリング。めっちゃいい。すげえな、マジで。もうレベルが世界で最も高い建物、ブルージュハリファ、828mあるんだって。